10回完結講座2ボールペン字、ひらがなの言葉の書き方とカタカナと漢字の書き方の説明をします。ご覧ください。では2番目です。言葉を書いてみましょう。順番に書いていきます。まことにさようなら、さようなら、少し中心に、ピントを合わすっていうのを意識をして書いてもらうとバランスよく見えると思います。こんごともですね。ともならばこちらですね。らならば上と下、焦点が合うように書いていくと文字がまっすぐ見えます。おめでとうございます。おめ、おとめは割と小さく書く字ですね。では中心向けて、でとう、とうも小さく書く字です。まっすぐ、ございます。さあも中心で終わります。ございます、ます。これぐらいのタッチで書かれた方が線が綺麗ですかね。けれども、けれど、ボールペンを、指を使ってリズムよく書いていくと流れよく書けます。次はカタカナと漢字になりますから、歯切れよく直線的に、パソコン、払いを歯切れよくですね。あと通信、信用は上げ下げ抜きですね。人弁少し左に倒して、こちら側は少し右に流します。ダイエット食、ダイエット食、止め払いですね。ラジオ、払い勢いよく、ラジオ、オーストラリア産、これも同じように歯切れよくですね。ちょっと抜粋します。リ、歯切れよくですね。3、少しカタカナように漢字は大きく書くようにしてください。バランスよく見えます。くれおぱとらですね。ちょっと飛ばします。のひらがなは柔らかく、あと鼻なんかはしっかりと左側をつけるように書いてもらった方がバランスよく見えますかね。でレスキュー隊、払いは勢いよく、そして全体の中心をよく見てもらって、レスキュー隊、左払いも勢いよく、止め払いですね。本部、交差点から本部、少し左側は左に流す感じで書いてもらって、まっすぐですね。ボールペン字、止めます、止めます。ボールペン、通信、信用は先ほども言いましたが少し止め払い、123ですね。芯、少しこれ左に倒します。そして少し右に流すという形になります。以上で2番の、ひらがな、カタカナ、漢字の書き方終わりです。今日のひらがな、カタカナ、漢字の書き方はいかがだったでしょうか。次回は名字を漢字で書くです。実際に使う名前もたくさん出てくると思いますので、お楽しみに。